プロ用三脚の老舗、ジッツォのブースにやってきました。ジッツォはですね、たくさんの製品を、ラインナップしているんですけれども、中でもおすすめの三脚をですね、暴言イメージングのマーケティング部、野口さんにお話をお伺いしたいと思います。じゃあ野口さん、よろしくお願いします。暴言イメージングの野口と申します。よろしくお願いいたします。今回はジッツォの三脚はほとんどラインアップを新しく変えてきているんですけれども、その中で GT の1540というモデルを持ってまいりました。こちらはカーボン 6X の仕様によりまして、非常に軽量なモデルとなっているのは今までと同じなんですけれども、新しく今度は G6 というシステムをこの筒後部に採用しております。この G6 の採用によりまして、結合部が非常にしっかりと締まるようになっておりまして、三脚使用の際もですね、非常にこう安定して撮影に臨むことができるようになっております。またこの部分がですね、グランドレベルシステムの採用になっておりまして、今までよりも最低地上高での撮影をするような際に非常に使いやすい三脚となっております。またこちらがジッツォの最新モデル、最新分台の G の 2.8 となっております。こちらはポリマー素材の使用によりまして、非常に軽量な分台となっております。またカウンターバランスシステムの採用によりまして、重い防衛粘土をつけた場合でも非常に安定した撮影が可能になります。ありがとうございます。なんかこのレバーによるこの油圧で動いているんですよね。油圧になってます。とても滑らかで動くので、例えばなんかバードウォッチングだとか超防衛粘土とか、そのような技術がバードウォッチングには非常に特殊なモデルとなっております。またフィールドスコープなんかを使って取り見るような場合にも非常に滑らかな動きで動きますので、使いやすいモデルとなっております。ありがとうございました。どうもありがとうございました。